JY 新日本有限責任監査法人 JBS アシュアランスデスクで英国を担当しております松川と申します。 EYUK ロンドン事務所で日経ビジネスのサポートを担当しております有倉大輔と申します。よろしくお願いいたします。同じく EYUK 駐在の菅沢と申します。よろしくお願い申し上げます。ブレグジット後も変革が続く英国ですが、直近のトピックについて現地に駐在しているお二人に話を聞いていきたいと思います。まず英国での大きな出来事としてはブレグジットが挙げられますが、私が現地に駐在していた頃はブレグジット後まだ期間も間もなかったことから、あまり実生活には影響はなかったと感じています。その点現在の状況はいかがでしょうか。はい、移行期間が終了してから私も特に実生活ではブレグジットを感じることは少なかったんですけれども、ブレグジットによるビザの厳格化に加えてコロナもございましたので、最近ではトラック運転手が不足することによりガソリン不足の騒動がございました。また農業や食品加工業者等でも労働力不足のため、クリスマスまでの短期ビザの発行を先日イギリス政府が決定しましたね。本当結構混乱してましたよね、神田さん。はい、では日本企業に対する影響はどうでしょうか。はい、移行期間が終了するタイミングで在庫を積みました会社様も多かったんですが、その後は大きな混乱はありませんでした。ただ行政手続きが追加されたことで書類作成の増加、検査通過にかかる時間が長期化するようになったので、企業の実務負担は増加しているようです。またブレグジットを契機に欧州統括本社をイギリスから大陸に移転する企業もございました。移転先としてはオランダ、ドイツ、フランス等がありますが、 EU の中でも企業への課税率が最も低い国の一つであるということに加えて英語普及率の高さもあり、オランダへの移転が多かったように思います。神沢さん、この点全部が移転するというよりも一部の機能が移転する、そんな印象を持っていますが、どう思いますか。そうですね、思い切って全て移転する企業様もあれば一部だけ移転するというような企業もあり、そちら対応は様々でした。はい、ブレグジットについてはとかくいろいろな負担が増えたという報道も多いかもしれませんけれども、いい側面もあったように感じています。例えば、コロナに対するワクチンの接種ですが、やはり英国政府の決断はとても早く、早い段階でワクチン接種を全国で展開されていたというふうに考えています。こういった機敏な動きができたというのは一つのメリットでありますし、今後も制度への変化等の対応が機敏に行われる、そういった期待を持たせる面もあろうかなと思っております。そうなんですね、日本にいると良くない面のニュースが多く耳にしがちですが、良い面、そうでない面、それぞれがあるということでしょうか。はい、そう思っております。まさに英国が変わろうとしている過渡期にあるということですね。さて、英国というと環境問題においても先進国というイメージがありますが、その点はいかがでしょうか。はい、最近日本ではレジ袋を有料化となりましたが、イギリスではこちら2015年からレジ袋は有料化していますし、カフェのストローはもうすでに紙ストローであったり、ファーストフードの持ち帰りについてくるフォークやナイフは木製だったりと、身近なところで環境問題の意識の違いを身近に感じます。神沢さん、本当そうですね。それに加えて私が赴任して驚いたのは、例えば洋上風力発電所が非常に大規模に展開されていて、海の上をですね、見ますと非常に広い発電所があったりします。また地上でも多くの風力発電所が展開されています。そういった意味で非常に環境対応が進んでいる、ニュース報道等でもよくこの点に触れられている、そんなイメージがあります。環境への配慮というものがいろいろなところで目にする機会が多い、そんなふうに感じております。ありがとうございます。そうですね、日本よりも一歩進んでいる、そんなイメージでしょうか。はい、その通りだと思います。環境に関する英国の取り組みが会計や監査に与える影響はいかがでしょうか。はい、
一定基準以上の規模の会社や上場企業はダイレクターズレポート内で年間のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量およびエネルギー効率対策等について報告が求められています。こちらストリームラインドエネルギー&カーボンレポーティング、通称 SECR という開示内容になっておりまして、なかなか自社だけでは作成が難しい項目が含まれておりますので、外部レポートを利用される企業も多いです。そのような開示が求められるようになっているんですね。さらに今現状対応している開示内容に加えて、今年度からプレミアム上場企業などでは TCFD 開示が必須とされる、そういった取り扱いが公表されています。すでに紹介されている日本のプライム上場企業に対応するコーポレートガバナンスコードの変更を受けた動きと同じだと思います。ありがとうございます。そうすると日本でも開示が必要になるときにはイギリスの例が参考になりそうですね。そうですね。ブレグジットの影響もあって EU が進めている ESG に関する動きとは少し異なっております。 EU では CSRD で非上場企業も含めた一定以上の大会社にこうした ESG に関する開示を求めていますが、イギリスの場合にはまずプレミアム上場企業にこうした対応を求めていく、こういった違いがあります。ありがとうございました。 ESG についてよく分かりました。この他にも英国では ESG 以外で特徴的な動きがあると聞いていますが、このあたりもお話しいただけますでしょうか。先ほど神澤さんから一部企業の大陸側への移転というものが進んでいるというお話がありました。今英国政府が一生懸命取り組んでいるのは、英国を投資先として魅力的な国としていかに保っていくのか、そういったことにあろうかと思っております。その一つの表れがベイズコンサルテーションペーパーと言われておりますが、監査あるいは企業統治、企業を行う報告についての改革に関する提案なんです。その背景には何があるんですか。はい、その背景はブレグジットに加え、2016年から2018年に継続して生じた有名企業の会計不正等が挙げられます。こうした不正の反省から監査あるいは市場に対する信頼をどう取り戻していくのかというものが多く議論されております。こうした動きは少しずつ現場の方に適用されてきていると考えております。神澤さん、実際監査の現場ではどうでしょうか。はい、監査は実はすでに厳格化してきており、比例して監査時間も増えてきていますね。そうですね。こうした動きは今後も継続する、そういったようなことと理解しています。具体的にはどのような提案がなされていますか。はい、監査の信頼性を再構築する、こうした改革が何点か提案されています。例えば大きな企業の監査を中小監査法人と分担するなどです。これに加え企業統治についても取締役の責任を不正に対応するといったことまで含めて拡大したり、あるいはレジリエンスレポートといって中長期的なリスクについて積極的に開示することを促したりといった改革もあります。着目いただきたいのはアメリカ、日本で既に導入されている内部統制報告制度についても、その導入が提案されている点です。その他先ほど紹介した TCFDA の対応等幅広い内容が提案されている、そうしたことが今検討されている過程にございます。これは上場企業だけを対象にした動きでしょうか。まずは大きな上場企業、プレミアム上場企業から対応するということが提案されている点ではその通りなんですが、今回着目すべき点は非上場企業であっても一定規模以上の企業には同じようなルールを当てはめるべきという考えが導入されている点です。その背景はやはり上場企業に限らず、非上場企業の場合には雇用ですとか取引先の関係、そうしたものを通じて大きな影響を社会に与えている、そういった考えによっています。今ここに移しました通り、提案されている内容は選択肢1、2という形で、従業員数、
財務諸表にある売上高あるいは総資産、そうした数字に当てはまった場合には非上場企業でも該当することになります。ありがとうございます。今後も大きな変化が予定されているようですね。今検討されている議論は2021年年末までにイギリス政府の方が一定の方針を発表していく、そうしたことが期待されておりますが、いずれにしてもたくさんの提案がされていますので、今後大きな変化が継続する、そうしたことと思っております。日本企業の皆様にとっても重要な変化と思いますので、引き続きその英国政府の発表にご注目いただければと思います。またご不明点等あれば JBS アシュランスサービスデスクの方にお問い合わせいただきたいですし、私どもも新しい最新の情報を更新してお届けしてまいりたいと思います。以上、ブレグジット後の変化を英国に駐在する2人からいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。